到着。そこで子供たちがピクニックをしております。僕は今宮城県登米市に来ています。でここはね、おかえりモネという朝ドラで撮影地になった場所ですね。近づけば近づくほどこの大きさがね、どんどんじわじわ伝わってます。おはようございます。僕は今宮城県の登米市長沼フートピアに来ております。でこのでっかいのはね、風車なんですけども、これオランダからね直接持ってきたそうなんですね。だから今回は仮面ライダーの作者の石ノ森章太郎さんの出身地でもあるこの登米市をいろいろと旅していきたいと思います。でね、風車の中にね、また小さい風車があったんです。つかないな、これ。僕は今、ここら辺の宮城県のちょっと内陸に入ったぐらいにいますかね。以上、今日のお天気コーナーでございました。また古風なスタイルの神社がありました。今ね、子供たちが長い滑り台に滑って、ね、大行列を成しています。ちょっと滑りたかったんだけどね、今回はやめましょう。おー、すげー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 。おー、いやいやいや、痛い痛い痛い。おー、すげえ綺麗。これ景色を見ながらね、こう滑って降りていくの面白い。これいや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 、ゴールが見えてきた。いけ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 、よし。かやぶき屋根の家を見つけたので、変わった松ぼっくりです。戻しておこう。さて、こちらの階段の上には何があるかな。おお、広おこれ湖じゃなかったのか、川だったのか。雨も降ってきだしちゃった。まずいな、今日の天気予報が外れてしまった。うわ、すげえ。あの鳥さんたちさ、 V 字になってるのね。魚みたくみんなで固まってでっかい鳥のように見せてるんですよ。鳥さんたちも結構考えて飛んでるよね。あんな綺麗に V 字を後で飛ぶんですよ。やばいやばい、この黄色い。登米市歴史博物館に到着しました。中もいいよ。あ、いてた、よかった。お次は仮面ライダーの家行きますか。まあ仮面ライダーの生みの親と、ちょい行き過ぎた。石巻市で見た仮面ライダー違う。すごくこっちの方がね、元祖って感じがする。ちょっと悪そうな感じで。ということで、ここがね、石ノ森章太郎先生の生家、実家でございます。なんか美術館みたいになってますけど、潜入。もうさ、この自販機もここ特別ですよね。石ノ森先生の作り出したキャラクターだけが載ってる。中にね、歴代の仮面ライダーの頭の部分だけずらー並んでたな。ちょっと不気味だったんですけど、
でもね、なんか歴史を感じましたね。こんだけ進化してきたんだし、石巻市のミュージアムも、まあ、仮面ライダーいっぱいいましたけど、こっちはね、特に仮面ライダーが多く飾られてる感じがしました。機械団変身するシーン、あ、なるほど、そういうことか。こっから来て機械団変身ってやってこう来るとカラフルな機械団に変身するんだ。へえー、面白いな。なんか石森章太郎聖火はまた違う場所にありそうですね。どこだろう、この近く。あった、これです、これです。あ、そうだよね、こうだよね。聖火といえばこういう、もう家っぽさがなくちゃ。これが石森章太郎先生の実家です。実家が観光地になるってどんな気分なんだろう。入れるのかな、ちょっと入ってみよう。お、やば、こっちにもいかつい。てか今までの中でめっちゃ リアル。実際に撮影使ってたやつじゃないかな、これは。広いですよ、これ。結構お金あったんじゃないでしょうかね。昔ながらの家ですね。うわー、すごい。ここからいろいろ漫画描いたでしょうね、きっと。ここの部屋とかで。では2階行ってみましょうかね。なんかね、人の家を勝手に覗いてる気分なんですよ。誰もいないんですもん、これ。自由に見学していいですよっていうところなんで。おお、おお、すげえ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 。これは激アツ。ここで実際に描いてたんだ。あ、でも部屋は案外狭いっちゃ狭いですね。この机とかも超ボロボロでさ。今までのいろんなキャラクターももしかしたらこの場で生まれてるかもしれないし、ずっと多分ここにこもってもたと思いますよ、漫画家ですから。でもほら、僕らと変わんないですよ。どれが石森章太郎先生かわかんないけど。何これ、面白そう。いや、昔の字ってこんななんだ。これが一応中学2年生で図画工作で作ったものらしいです。僕もこういうの作ったけどな、翔太郎先生が作ったから全然価値が高く見えます。すごいギシギシ言うからね、本当にじいちゃんばあちゃん家に来た感じ。うわぁ、それにしてはこの仮面ライダー、マジのスーツ本物じゃん、これ。ガチモノの仮面ライダーの聖地って感じですよ。本当に、だって生まれ育ったところですもんね。石森翔太郎先生も漫画をめちゃくちゃ描いた場所ですもんね。いやぁ、そうだね。こちらも、あちらも、あちらも。着きました、宮城明治村。じゃじゃじゃーん。明治村と言われるゆえんはですね、明治時代に作られた小学校とか警察庁がね、そのまま残っている観光地なんですね。登米市といえばここの観光地らしいですね。ここは教育資料館ですって。4時半までもうあと30分閉まっちゃう。切り入れた、よかった。うわー、ここここここすごい、これ。あここの小学校は明治時代に建てられたんですけど、当時のね10倍以上お金がかかって作られたらしいですよ。でそのお金はね、全部この住民の人たちがみんなで出し合ったそうです。こっちのモネ店は無料で入れるんですって。あ、ここ入れるのありがたい、本当に。まず先に、うわ、学校だ、学校だ。うわー、すごい。朝ドラ見てないから悲しいけど、でもこれすごいよね。ここもがっつり撮影地ですね。もう撮影地にはね、めちゃくちゃぴったしの場所ですもん。もう一度行っています。あー、やっぱ朝ドラ見なきゃいけないのか。いやー、これはいいとこ、これと。なかなか貴重なのも見れました。いやー、もうすごい、もういい、感動しました。めちゃくちゃ立派なんだもん、ボロさを感じないよね。この周辺ちょっとね、江戸時代にタイムスリップした気分になりますね。両サイドこう武家屋敷とかに囲まれてるんで。これ団子屋さんだね。昔の公衆電話ですって。木なんだね、ほんと。ここだ、
警察庁。もう閉館ですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。昔の警察庁、こんなんだ。全然今とわかんないですよね。こんな中にね、一応パトカーありましたね室内にパトカーあった。セレブの猫みたいでね。こっちの猫ちゃんずっと待機してるの。真っ白い猫だね。可愛いね、君も。なんでこんな玄関にいるんだろう。可愛いすぎる。こういう壁とかも江戸時代の大河ドラマとかでよく見かけるようなところですね。遠目神社ですかね。なかなかね、後ろ見ると怖い手すりもね、ちょっと錆びてるのでね、触りたくないっていうと。とりあえず一段登れると。もう一つ上があります。着いた。ちょっと西遊記みたいな雰囲気がよくわからんね。おお、いやいや、お疲れさん。よっしゃ、帰ろう。ここ河川敷かな。すげえ綺麗なところがあったんでちょっと寄ってきたんですけど。うわ、すげえ景色綺麗。ちょうどね、今夕日なんでね、もうその光がね、水面に反射していい感じですね。しても綺麗だな、ここうわー、めちゃめちゃ綺麗。ちょうど橋だけにね、夕日がかかってるんですよ。かなりこの旅でいろいろ景色見てきましたけど、正直ね、結構山とか自然とか見尽くした感あるなとは思ってたんですけど、まだまだいろんな景色あるんですね。登米市は一言で言うと何の町なんだろうな。明治時代の自然がそのまま残ってる町って感じですかね。すげーな、なんか日本すげーや。やっぱこの景色あるんだ、すげーや最高だね、本当に。江戸とかにね、お米を船で運んだりしてたんですよね、よく。だからこの川でしょうね、きっと。こんな大きい川なかなかないんで。当時車とかなかったですからね。船がなんか一隻来ましたね。漁師かな。ちょっとかっこいいね、こういう川行くと。一人でね、この大運河を渡っています。Google マップがバグった。やばい。止まりたいんだけど止まれない。びっくりした。 Google マップがね、固まっててさ、進んでもずっと到着時間4分で変わらなくてさ、変な道来ちゃったと思う。ということでね、南三陸町に着きました。ちょっと車で30分ぐらい走りましたが、無事到着しました。明日からね、この街を探検、旅していこうと思います